お前は一体何者だ。カオスと戯れてみせるなんてただの人間とは思えないが。へえ、ちゃんとカオスが見えてるんだ。神様に作られたしもべとは違うみたいね。一つでも多くの情報が欲しい。カオスの分析を続けてくれ。僕もそうしたいんですが、すいません、カオスのことははっきりわからないんです。なんというか見えにくくて。見えにくいだと？ええ、センサーの限界でしょうね。そこにカオスがあることはわかるし、内部を調べることもできるんですが、時々何も見えなくなることがあるんです。すみません、ライトさん。カオスの分析が苦手な分、他のことで支援しますから。施錠されている。破れるか？力ずくでは困難でしょうね。開けないか調べてみます。少し待ってください。扉の向こうはカオスの渦か？そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。無理もない。希望を見失ったまま何百年も生きた挙句、もうすぐ世界が滅ぶんだ。普通の人間ならまともではいられないさ。スノーの心はもう壊れてしまった、そういうことですか？信じたくはないがな。
まずい、発見されました。アレックス、一旦撤退しましょう。ここまで来て引けるか。私だけなんだ。セラを亡くした痛みをあいつと分かち合えるのは。ええ、そうです。スノーの魂を救ってやれるのは解放者であるあなただけです。だからこそ自重してください。あなたが倒れてしまったら救えるものも救えないまま世界が終わってしまうんです。分かった、箱舟に戻してくれ。分かりました。痛みを分かち合えるだの、魂を救ってやれるだの、思い上がりもいいとこよ。たく解放者様と来たら一体何様なんだかね。私は過ちを犯した。それは取り返しのつかない過ち。私はたった一人の家族を、妹を戦いに送り出した。私は妹をセラを死なせてしまった。私は自分を許せなくて、けれど自らを裁くこともできなくて、いつの日か妹の魂を救いたい、それだけを願って死にも似た眠りについた。そのまま永劫のような幾百年かが過ぎ、やがてその輝きに触れた時、私は悟った。光は形なき神の姿、この世を滑る思考の存在、神々の中の神の名こそブーニベルゼ。光は神の声だった。輝きは大きな意志となって私に告げた。私が神のしもべとなり、神に下された使命を果たせば奇跡をもって報いると。私が死なせてしまったセラを、かけがえのない妹を再びよみがえらせようと。思考神ブーニベルゼの命に従い、私は人々の魂を救いへと導く者、解放者となった。ライトさんに聞いてほしい話があります。とても大切なことです。ちょっと長くなるので、その気になったら声をかけてください。
それはゴーマの書という魔法の書物です。ライトさんの記憶をもとに一度退治した敵との戦いを再現してくれます。
ライトさん、大事な話があります。こちらに来ていただけますか？お帰りなさい、ライトさん。ホープ・エストハイム、かつて私たちは同じ運命を背負って共に戦った。運命を呪うだけだった少年がいつしか頼もしい仲間になった。たゆまず前へと歩み続けた彼は、世界の未来を担う人類の指導者にまで成長したはずだった。だが、私が神の声を聞き、長い眠りから目覚めた時、ホープは時を遡ったかのように少年の姿に戻っていた。出会った頃の姿のままで、この箱舟を操る彼は私に神の計画を告げた。輝ける神、ブーニベルゼは決意したのです。この世界は終焉へと向かっていて、もう神にすら止められない。そのため神は滅びゆくこの世界を救うのではなく、新たなる世界を再び作り直すことにしたんです。けれど、新しい世界を作ってもそこに住む者がいなければ無意味です。そこで神はライトさんを解放者に選びました。解放者とは、この終わりゆく世界に囚われた魂を解き放ち、新しい世界へ導く者。あなただけが人々の魂を、それに亡くなったセラさんの魂も救えるはずです。要は取引か。セラを助けたければ神の使いとなって働けと。あなたにしかできないんです。亡くなったセラさんを利用するようで不愉快でしょうが。そうでもないさ。妹の命を取引の材料にされたというのにな。当然許せないはずだが、さして響いてこないんだ。まるで心に穴が開いたようだ。それは分かります。僕もなんです。昔のことを思い出すことはできても、その時の思いは実感がなくて。これも神のおぼし飯とやらかもな。神の仕事をこなすしもべに感情は不要だから、切り捨てられてしまった。だとすれば、僕がこんな体に戻されてしまったのも神の計画のうちなんでしょうね。選択の余地などありはしなかった。私が死に追いやってしまった妹セラ、あの子の魂を救うには神とやらに従うほかない。こうして私はホープと共に神のしもべとなった。この世界に生きる人々の魂を新たなる世界に導く者、輝ける神、ブーニベルゼの使い、解放者。ライトさん、ライトさん、どうしたんです？大丈夫ですか？考え事だ、気にするな。世界の断りが乱されて、カオスの流入が始まったのはおよそ500年前。世界はあんなにも広かったのに、たった500年で何もかもカオスの濁流に飲まれようとしています。そして解放者の力が尽きるとき、世界を終わらせる鐘が鳴る。そうだったな。鳴り響く鐘の音が輝ける神ブーニベルゼを覚醒せしめ、新たなる天地の創造が始まるでしょう。それまでにいくつの魂を救えるか。はい、僕たちが救えなかった魂はこの古い世界と一緒に消えてしまう。ここは安全ですから、ゆっくりくつろいでください。時間を気にする必要もありません。この箱舟では時間の流れが止まっているんです。偉大なる神の力か。
この場の時間は止められても、世界の終わりは止められないんだな。はい。終末は神の定めです。およそ13日後に神が目覚める予定ですが、おそらくその日を待たず、あと数日で世界は滅びます。終末が早まるというのか。この世はあまりに衰えています。神が現れる前に世界の寿命が尽きそうなんです。もしそうなれば、全ての魂は救われません。どうにかして世界の死を遅らせる必要があります。よく聞いてください。あなたには特別な力があります。その力とは気力。解放者の命の輝きとも言うべき恵みの力です。いいですか、ライトさん。あなたの気力を捧げれば世界に活力が恵まれる。滅びを遅らせることができるんです。だがそうやって世界の死を遅らせても、結局13日後には神は目覚め、この世は終わるのだろう。どうせ滅ぶなら気力で時間稼ぎなどせず、神がさっさと目覚めるのを待ってもいいはずだな。もしそんなことになったら、運命の第13日を待たずに世界が力尽きてしまったら、神はあなたが失敗したとみなすでしょう。あなたとの約束も守るとは思えません。なるほどな。13日まで持たせないとセラを救えないわけだ。セラさんばかりでなく、人類そのものが見捨てられます。だからこそ気力を高めることが大切なんです。気力を得る方法、それは人々の魂を解放することです。魂を解き放つ解放者の使命だな。そうです。スノーの変貌を思い出してください。この滅びゆく世界には絶望に囚われた人や心の闇に縛られた人がたくさんいるんです。そんな人たちに手を差し伸べて魂の呪縛を断ち切ってください。そうすれば彼らの魂は解放されて新しい世界に生まれ変われるし、ライトさんの気力も高まります。魂の解放か、世界の終わりまでに一人でも多く救うことが解放者の使命なんだな。レクチャーは終了です。いつ地上に向かっても大丈夫です。ただし毎朝6時にはここに帰ってきてください。解放者には門限があるのか。ちゃんと理由があるんです。その時間にまた説明しますよ。地上に降りるには転送陣を使います。そこにある転送陣の前に立ってみてください。喜んで。破滅の始まりはおよそ500年前、怒りからカオスが溢れ出したことでした。世界の大半はカオスの海に沈み、残されたわずかな大地を人々はノウスパルティスと呼ぶようになりました。その異変は人間に永遠をもたらしました。人は時を失い、年を取らなくなった。でも年老いることがなくなった代わりに、新たな命は、人の子供は生まれなくなったんです。人は不老になりました。ですが不死ではありません。病気や災害に襲われたら簡単に命を落とします。こうして500年の間、人はどんどん減っていき、生き残った人たちも長すぎる生に疲れて、やがてある信仰を抱くようになりました。終末の世に神の使いが降り立って、魂を新世界に連れて行ってくれると。それが解放者の伝説です。この箱舟の正体は人工国運。かつて人類が力を合わせて建造した機械仕掛けの星です。全能なる神ブーニベルゼはこの箱舟に人々の魂を集め、新しい世界に連れて行こうとしています。でも地上の人たちは何も知らずに、ここを月と呼んでいます。今の自分が何者なのか、僕自身にも分かりません。こうして話している内容もなぜ知っているかわからないんです。記憶をなくしたわけではなくて、
過去の出来事を思い出すことはできるんですが、実感がないんです。自分の体験なのに全部人事みたいで、かつての僕は地上の町で暮らしていた。スノーたちと力を合わせてカオスの脅威と戦っていた。なのに気づいたらこんな有様です。地上の記録によれば、ホープ・エストハイムという人間は169年前に失踪したことになっています。何がどうなったのやらですよ。こんなことができるのは万能の神だけでしょうね。どうやら僕は神の計画か何かで神隠しにあったようです。地上に行くには転送陣の前に立ってください。